右肩に5月19日の文字墓石脇の石碑を築大日如来から1680年6月15日は江戸時代の女性。なお竹といい周囲からは大日如来の化身とされ損数を集めた。全徳寺境内にある墓石の脇には高さ50センチメートルほどの石碑があり以下の文言が刻まれている。 おたけ大日如来村へ遠方8年5月19日上天聖ラルただし、おたけの生物に関しては遺説が存在する。おたけは現在の山形県庄内地方に生まれ、1640年18歳の時に距里を離れ、江戸大伝馬町一丁目に今日構えていた天馬役で名主の佐久間家に方向に出た。お竹は佐久間家が廃絶して役を返上するに伴い、 佐久間家と隕石関係にあり、同じく天馬役年寄りを務めていた大天馬町二丁目の名主の孫ご家に他の方向人と共に移ったものと推測されるが、大津星左衛門長博が佐久間家から独立開業したのは1653年と、お竹が30歳になったより後のことである。高田茂友によると佐久間家と孫ご家の隕石関係は孫家三代目当主の木友が、 妻、河野死去後に、佐久間義八の娘を五歳に迎えたことに始まる。お畜大日如来井戸跡後の碑文によれば、その行いは何事にも誠実親切で、一粒の米、一切れの野菜も決して粗末にせず貧困者に施した。そのためお竹さんのいる勝手元からは、いつも五行が指していたという。出羽の国の行者常連と原料坊が、孫目家を、おと、れ、お竹さんは、 羽黒さんのお告げによると、大日如来の化身であると告げた。主人は驚きがって仕事を辞めさせ、自物堂を作り、その後念仏三昧の道に入る。これが、江戸市中に広がり、お竹さんを拝もうと来る人数知れずという、暮らしぶりであった。お竹は、1680年6月15日に、逝去した。百四十三年三月、後の津正在長広は、 佐久間家に奉公に出る。この時、長広は19歳、お竹は21歳であった。現在の渦商店の石を築いた創業者の長広とお竹は、同じ佐久間家の方向人として10年ほどの時を過ごしている。1653年、小津長広は佐久間家に隣接する師匠、井上二左衛門の商売を受け継ぎ、29歳にして、 独立開業してほどなく多額の借財も返済し、現在の小津商店の礎を築いた。小津長広は、佐久間家に奉公する以前に一度、御福商での奉公のため江戸に出ているが、三年後に一旦帰郷しており、翌年には佐久間家での奉公に出ている。長広にとって、お竹との交流がいかなるものであったか、想像の意気を出ないものの、何かしら特別な思いがあったとしても、 不思議ではなかろう。お竹の死後、お漬けでは、関東大震災で消失するまで、高さ約三尺のお畜大日如来の木像を祭り、毎月十九日を命日として、銅像を開帳していた。新公院の辞典によると、江戸幕府五大将軍、徳川綱吉の聖母である、慶将院は、増上寺内の心光院に銅を作らせ、お竹大日如来像と、 おたけが使用したという流し板を寄進、奉納した。しかし、新仰院は1945年の戦災にて、三門と本尊頭部を残してすべてが消失した。現在のおた堂同他は戦後に再建されたものである。ありがとうございます。